さあじゃあ始まる前あれですか、かなさんからなんか一言もらっておきますか。今回 の、 あのクソ KOF を選定したあのクソというタイトルに関して文句がある方はね、私ではなくかなさんにぜひ言ってください。何をクソなんだこの野郎、いい加減にしろっていう、ね、みんな思ってますからね。はいどうも、さっきかなさんお願いします。どうも、はい、はいはいはい、皆さんこのゲーム初めての方でも、はい大丈夫です。もし初めてでも負けたら、はい、俺普段やってるけど今日はクソ要素で負けちゃったっていうのは何とかなりますんで。そうでも言い訳が花から用意されてる。言い訳が用意されてます。ガロボーさんに優しいしようと本日だと思いますので、ね、はい、ガロボーとイデアに優しいしよう。優しいです、はい、いやー、はい、辛い、いやー辛いこのキャラ辛いんすよ。で逆にあの優勝ガチで狙ってる人には、ね、いやお前クソゲーにそんな時間かけてんじゃねえよって一言言ってあげればいいと思うんで。あ、なるほど、そういう方針なのね。もうそういう方針で、ね、もうみんなで笑い合おうっていう、ね、それでいきますんで。ね、もうクリアしたらたけしの挑戦状態でいくということで、はい、そういうことですよ。こんなゲームにマジになってどうすんの？どうすんの？大変なことですよ。はい、もうね、もう見てる、このクソゲーをね、見てるかやるかのそれの差しかないですから。そうですそうです。いいんですよ。どうせならみんなで遊ぼうぜってだけですから今日はね。お祭りなんで。はい。はい、それふわっとした軽い気持ちで楽しんでいこうかなと思います。もうやっていきたいと思いますんで。以上主催のかなさんでした。はい、主催のかなさんでした。はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、ということで、大丈夫ですね。さあ、じゃあかなさん主催なのかな。発起人というか、ね、言い出しっぺというか、そうですね、はい、そして、まあ、なぜかよく知らない俺がマイクに似てますけど、はい、行きましょうかね。KOF を知らない2人がお送りする。知らない2人がお送りしますよ。はい。はい、はい、じゃあかなさん認定クソ KOF 大会第1回始めたいと思います。イエーイ。はい、じゃあまずはですね、第1のクソ KOF94 からやっていきたいと思います。はい、じゃあ、竹山ですか。じゃあ、ゼロ回戦参加者あります。さきさん対森尾さん、お願いします。はい、さきさん、森尾根さん、じゃんけんして、あ、もう決まってますね。じゃんけんして 1P、2P か、キャラの後に目、今回ね、キャラはもう毎回変えていいんで、はい、チームですね、変えていいんで、クソ KOF ということで、実況もクソということで、はい、そうですね、有識者は入れない。有識者入れない。俺、ちょっと知ってる竹庵を有識者枠で。それぐらいですね、ちょっと知ってる。知ってるよ。ヌー、あれは何知ってるのか、竹庵って、そういう。あれは甲府みたいな。あれは何だと、じゃあ俺は。中国は昔、秦の時代みたいな感じで。じゃあ俺ワンターレンポジションでいいですね。いいですね。はい、もうくだらないこと言ったら始まりましたよ。はい、ワンピー側サキさん、いつも通りですね、この女性カットがチーム、そしてモリオネ参戦日本チーム。モリオネさんはやってるんですか。そうでしょう、9号はね、みんなガチですよ、今日。あー、そうですね、今日はみんなガチです。これなんか出ちゃった中でガチなんでね。さあ、ダイモンがやはり日本チームといったら、A 級投げとかでね、ちょっと知ってるかもしれないですよ。それが1番手に来ていると、これ倒したらでかいじゃないですか、ね、連続技だと、あの、ハメなんでしたっけ。そうですね、ジャパンとかキャンセルで、あの、投げが入っちゃうと投げられ判定が残ってるとか、なんかそんな感じだったと思います、はいはい、相手が倒るってもね、はい、それでもうダッシュしてて、ウェイって掴んじゃうんですよ。ウェイってすごいね、テンション高いな、ダイモン今の。かわいい。女性格とかチームは確かキングがですね、鬼のように強いんですね。あ、そうなんですか。端っこに落ちるときの連携とかも、あの、ベノドストライクが好きなさすぎなら、この草間っていうぐらいの、ね、おっと、右ジャンプ不等しい。さあ、ユーリーが、まあ、多分、サキさんのチーム編成として、おっと、最後、ダイパン、一橋先生入ったけども、ユーリーが勝っていく。あ、ダイモンが、一番のクソ予想っぽいダイモンが死んでしまったぞ。森尾ね、大丈夫か。いや、ベニマルもクソですよ。ベニマルは若干しいっぱい入るのがすげえと思ったら、結構みんな入るっていうね。あれみたいな。ベニマルだけじゃなかったのみたいな。ジャンプ台からね、チンとかのが入りますかね。チンゲンサイとかバババババってね、若干いっぱい入っちゃいますからね。なんすか、レンダーじゃなくて、あ、なんすか今の。あれ、同情しとかで止まるんでしょうか。そうですね、四つ押し、四つ押しですね。この頃からあるんですね。そうですね、あの、リアルバート2より早いんだよ、こっちの方がっていうね。さあ、あ、今日もあれは、あの、硬直がないんじゃなくて、あれ、投げで消してるんですかね、あれはね、強キックを。ドカッドカッとね、そういうなんか挑戦失敗したゲームとはじゃないんですよ、これ皆さん。まあ失敗してるんですけど、大丈夫、そういう方向では失敗してない。投げて、入って、さあ、ここから、赤いよ、あー、さあ、これで、めくりなかった、これ、赤いやつよ。時間ないよ、残り10分。あーっと、はい、宮城、微妙にリードしてる。片手後も当たらず。さあ、分からない、ちょっと追い込んで、投げた、モリオネさん、取り返す。取っていく、モリオネさん、赤いぞ。良いですね、消失が。まあ結構回復するんですよね、このゲームはね。あの、体力、残り時間少なくても。ワンちゃんはあれ、これ94はあれだっけ。ガーキャンはパーマックスとかかけなしになんか5発とか6発とかだっけ。やったらレッドカードだったら何発だっけ。6発以降だとガーキャンできると、うん、5発かな。まあその辺のふわっとした感じで、まあそんな5発か6発か7発くらい。ガーキャンって何だって。そうですよ、世間話したら今日パン、シャガダイパン、シャガダイパンが大会調整ですよね。そうそう、うん、これ、ね、見ててだんだん俺らも思い出してくるっていうね。何度か大会やってるから見てるからもう分かるっていうね。
あの教官がなんかいろんな飛び込みを乗すんですよ。さあ、教様、教様来ましたよ。今日普通に強いですからね。ドーン、ガン、クラエーでピョリますからね。ドーン、ガン、ケー。このね、闇払いの音がいいですね、音が。奈落落とし的なのがジャンプ中、奈落落とし前の名前は何て言うんですかね。奈落落としマイバージョンみたいな。あ、キック、ケツを見せていく。飛び込んで負け攻撃がないから勝利を。あ、これは死んでしまったか。ジャックから繋いで拾ったんじゃないか。最後は鬼足ちょっとなぜか溜めて鬼足。別にゲージはね、何でしょうかね、気づかないのにね。これ挑発的な感じで、うん、おいーって感じで。さあ来たぞキング、はい、このキングのクソが、ね、ゲージ気づかないのにあれで止めるなぜ今だやりたかったっていう、ね、あーとベノム、ベノム、やばい高速、吹っ飛ばしちゃったんですね。ダブルストライクもあのゲージなしで出せるんだよね、確かね。あとこれはやばい、これ繋がっていたんじゃないか今のは。怪しいレッドバズが入って、まずはさっきゼロ回線突破おめでとう。おめでとうございます。はい、じゃあゼロ回線第1試合いきますよ。はい、竹谷対ヨミ、ヨミさん、ヨミさん、はいはい、さきさん勝ったんだよね。竹谷とヨミ、ヨミさ ん, さん、ヨミさん、あれあれよ、ヨミさんはイレブンやりに行ってた、あ、そうだよね、イレブンやりにちゃった、はい、そうですね、今日大会ですからね。94大会の合間にイレブンってもうよくわかんない世界に突入してますね、これね。今日のクソ KOF は何ですか、タイトルは。まず第一のクソが94、第二のクソが2000ですね、うんこですね。そして最後のクソが11となっております。それ名作じゃないですか。いや、まあそういう説もあるかもしれないです。これはまあ、 個人の主観によるところまで、個人です、ね、個人の感想です。文句は全部予作に言ってください、ね、はい、はい、あ、予作ですか。しょうがないですね。ツイッターの4作4399に突っ込んでください、ね、じゃあ予作は、イレブンでリーダーモモコ固定 で、ね、あの、はい、ダイレクトメッセージ送れるようになったらしいんでね、ツイッター繋がってなくても送れるんでね、そこにぜひ死ねっと送ってください。乗ってますよ。乗ってない、乗ってない、乗ってない、大丈夫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 、あの、あ、大丈夫ですよ。こうこう、あ、はい、あ、ヨミラブさんが、ま、ワンピーガー、ヨミさんがワンピーガー、竹谷さんが 2P ですね。中国チーム対、イカリチーム。中国はどうなんだろう、なんか中国が、強くないような印象がね、よくあるなんかアテナがエントサイコボール出せたようなイメージはありますけど、そうですね、あと調子使えるようになったらやっぱアテナがもう別キャラと言っていいぐらいのよくわかんない性能になるっていう、投げの後にね、投げキャラになるんですよ ね、 そうですね、投げますっていう、投げの後に着地するまでに出した技の威力に変わってしまうというのがあるので、調子を入れておくと調子を投げる、いいですね、いいですね、このいいですね、ファイデルのクソムーブ、クソムーブ、はい、サイコボール、バックステイ、サイコボール、というか、あれですよ、竹谷さんもハイデルが1番手なんですね。大体3番手になることが多いような印象もあるんで、おーっと、サイコボールが始まった、始まった、来ましたね、サイコボールマシン、ここは最後のテレビの前に投げていく、とんどり、ショーパンから、サイコボール、あーっと、ダイヤ刺さってしまう、残りタイムがあんないぞ、最後入って、あったね、三角飛びとかあったね、それでタイムゼロになってから当たった技でも点数が入って、スコアラーはね、これこっち勝率当てるんですよ、はい、こういうところで一喜一憂するスコアラー、あの、はい、ヘビー D の調子がスコア高いんでね、はい、狙ってくださいね。くだらねえやんて、もうデフォルトの1位の56万とか出ないからね、普通にやったらね、あれね、むちゃくちゃだよ、あれなんでこんな高いんだよと思って。あ、いいですよ、いいですよ、いいですよ、サイコボール、はい、あーっと始まってしまいました、あ、始まった、サイコボール、サイコボール、サイコボール、バックステしたら出せるんですよね、はい、なんかそんなんですよね、バックステすると硬直に出せるされます、あーっと入って、最後普通に入ったのに教官入らない、お、足払いも少し、あー、いいですね、出ましたね、来たよ、超出動力の通常投げ始まってしまった、アテナが止まらないぞ、超出を投げる、投げた時に投げた後に超出をやると、ダメージが全部、ちょっと、超出だったらごめんごめんって、超出ダメージになってしまうという、あ、強引に出る、94出る、1回戦の相手デブさんになるから、あ、いや、安藤さんだ、安藤さんですね、そもそも安藤さんとデブさんが1回戦ってこれすごいことになってるんですよ、あと投げが入って、できるだけは、ついにアテナを止めたぞ、これで中国チームのうんこ要素が1個消えますよね、そうですね、だいぶこう88、あとは普通に超強いケンスの波動昇竜と、なんか若干いっぱい打ってくるじいさんが、じいさんが最後ですね、その炎の削りとかすごいですよね、あの調子のね、ただ割と今、8割型の、あのオブツは処理されたんで、そうですね、ちょっとあの、アテナでガンガン行こうっていうので、実際2人殺してますからね、アテナ十分仕事したというところでしょう。危ない、ダイヤシが触って、この長いダイヤシ、あー、出た、最後、留学祭だ、留連がだけ刺さって、なんか刺さって、なんかです、じゃあ、ジョニキ入ります、ジョニ
キ入るんだったら今じゃあラブライバージョニキさん、入ってください、はいはい、ラブサバイバージョニキさんが、地獄から来た安藤対、ジョニキ超ガチ勢の方ということなんですけどちょっと今ゼロ回線作っちゃうわ、うん、ジョニキ昨日あれでしょ、ラブライブの前売り券買いに行ったんでしょ、え新宿にああ朝ね、朝並んでたよね、16ショーツからの帰りになんか、とどこだっけあそこは、ピカデリーか、ピカデリーの前撮ったらすげえ並んでて、なんだこれっつって、えジョニキさんいたの、え今来た今来た、あ今来た、さあジョニキジョニキ誰でしたっけ、参加費の200円をギリギリでドブンしに来たのかジョニキ生徒会長だったよね確か、あさあ生徒会長推しのジョニキ対するはなんと今日ついに限定復活、地獄から来た安藤、まさかのこれクソですね、このゲーム、あこのゲームクソですよ、そうですね、あラブライブ一期の方が面白いですよ、はい、個人の感想です、はい、やばいってそれ、はい、あ後ろのあの原住民見て、原住民やばいからこっちもそうなんかあれですね、今のところイギリス人も結構人気ですね、何でしょうか、みんな脱ぎたいんですかね、なんかやっぱ脱がす、強くないと俺を脱がせてみろってことなんです、どうなんでしょうか、さあラブライバーがラブライバーが使うのが、ブラジル怒りチームですよね、ラブライブブラジル、はい、ラブライブブラジルラブライブブラジル、怒りのラブライブ、カーニバルな感じなんですね、多分ね、さあいやらしいラブライバーが、まずはラブを使ってジョニキ、怒りのラブライブ、安藤さんは怒りのアフガンみたいな強豪ということですけど、これやってるんですかね、94は、まあ割と何でもできたようなイメージがあるんですが、あーライオン剣が最後刺さってしまった、まさかのライオン剣当たるんだね、ライオン剣当たるかね、ジョニキあらららら、さあ、まあ割と地獄から来た安藤さん、この時間にやってきたってことは多分鉄板開けっていう感じですね、そうですね、おそらく鉄板でちょっと金を下ろして帰ってきたかもしれませんね、そろそろあくびとかそういうものが出始める時間だとは思いますが、あるさあこっから、そっからラブライブ投げ、あーおい、ライアシおい、脱がせよちゃんと、ふざけんなよちゃんと、どうに、ふざけんなよ、後ろため前で脱がせよそういうことだけは知ってる実況、連打もあったよね、クラス連打もありますね、ズカズカと投げが通る、あ中断だったのか、中断でしたね、上り中断、あーおねキック、おねキックですね、強いです、どこも入ってお、はーい、ギリですか、はい、あーなかなかいいヘリしますね、ドサを攻め、ラックステップから、あー惜しい、逃げ回って、あこの前の牽制が非常に厄介です、あーっとアイパン対空でキル、しゃがない、さあ露骨に、露骨は見えていた、露骨、はいぞ、あー地獄から来た安藤、ここで飛び込みがある、あーこれは、あーっと残念、あー挑戦、さあ残り10秒どうなる、なんか逆転、あー立ち上げく強い、さあ去っていくジョニキあるのか、安藤さんラブライバーに負けちゃダメですよ、こいつただのラブライバーですよ、最初の安藤さんそろそろいいですよ、そろそろいいです、そろそろこうだ、一曲あれば逆転できるのか、もうまさしくね、あの明日のジョーのあのちょむちょむゴーみたいな感じ、ちょむちょむ、あとゴーだ、ニューヒーニヤってやつですね、あー弾の終わりなのか、あーあーこれは行ったのか、これはできるのか、ジョイキー、いってる、あーっと、できる、おいはめてんじゃねえよ、お前もっとはめて、あー超すげー、ラブライバーができる、弱足入っただけで死んでしまった、ジョニキー来ましたね、このゲームのクソゲー要素ついに出てしまった、ジョニキーそれだけ知ってるみたいな、地獄から来た安藤ゲーキか、何人もしたさあ、ゼロ回戦突破していく、ラブライバー、ラブライバー勝利、さあ興奮冷めやらぬ中、ゼロ回戦最終試合いきましょう、ヨサク対ビブン、はい、あ、これは名勝負の予感がしますね、勝負か、予作微分って、予作微分、ビブさん、予作に負けてる場合じゃないからな、払ってなかった、ふざけんじゃないよ、ふざけんじゃないよ、ラブライブは金払ってないよ、ラブライブの DVD 売って払えよ、え、ベスト版は予約したんですか、あ、もちろん予約した、もちろん、そう、ワンピーが教わるのが予作、あこのゲームはクソなんですよね、あっ、予作裏切りのブラジルチームかぶせ、あーこれね、相手を舐め切ったプレーですね、舐め切って負けるってパターンですね、これね、あ、いいですね、
中田商店とユニクロと。あ、そうですね、はい、ユニクロ予作は島村派だった気がするが、あ、今回ユニクロか。あ、島村が白でしたっけ、ユニクロが黒でしたっけ。まあ、とりあえず中田商店。中田商店予作思えば、この間のガロボーさんとの対決イベントでもあいつ同じチームを使ってやるとか言って速攻で負けてましたね。韓国でね、あれね、ざえんじゃね、ひどかったね、あれね。うわこのあゆち出た、このヘリ見たか。そう、様子を見せていく。なんかワンピン側のが減るんでしたっけ。なんかね、どうでもいいですね。あー、予測最後のジャンプなんだ。あれはなんだ、挑発か。出たのか、出てしまったのか。消費やろうとして消費をミスったのか、予測。あー、なんか最後見せようとしてね、ムーンスラッシュ。あ、そうか、ムーンスラッシュ込みをしたかったんだ。次のラウンドに持ち越すための予測。お前、知能があったな、さては。でも、9を切りましたね、テクニック。あー、この後、この後なんかやったらやばいですよ。さあ、危ない。あ、ガードした。あ、やはり痛かった。これ当たったからリセットですね。さあ、危ない、このままでは危ないよ。ちょっと美容作業を見せかかっている。あ、危ない、このままでは美容さんのツイッターが荒れてしまう。露骨すぎんぞ、自分で荒れてしまう。危ない、入っていく美容作業。あ、ここで到着に触って、あと1回投げれば終わるよ、あと1回投げれば終わるよ。飛び込んで、あっと今日は効くもれてしまった。今日は倒して、おー、モンスター倒してやる。ここ入れていく、自分取り返したぞ。対空で使いたかったのか、仕込みでやりたかったのか、それは分かりませんが、クロステじゃなし。あー、ジョッキ空間。あー、うまい、やる、できる、できる。ピヨってはいない、落ちてね。共感、共感、普通はキャンセルできないですよね。あの、連打だとキャンセルできるらしいって30デルさんが言ってました。さあ、共感、共感。おい、予策、ハイドリンがまさか、予策終わる。お前、ハイドリンに入ったら立ち打ってほしい。なんだあの飛ばし。ガードしろ、ガード。予測、群馬へ帰るときが来たのか。ここは群馬じゃないのか。ここは群馬なのか。あ、群馬です、ホームでしたね、ここで。そうですね、ホームで負けるのか。予測は多分家の周りの風景ですね、これ。そうですね、予測はあの高床式住居とかに住んでますから。予測はあの昔からあの槍持って走り回ったって言ってましたもん。そうですね、わんぱくな少年時代に過ごしたもん。わんぱくてもいい、たくましく育ってほしい。はいはい、不戦争で。あー、これは死んでしまう。おい、予測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 、あー、予測、これが群馬仕様の、そう、要素の中、予測、あー、下手くそ、言っていたが、下手くそ、予測しねという微分の叫びが届いたか。今、ダイヤ線締めたかったわけじゃないですよね。あの、今、ビクビクってしましたもんね、予測さん。ダッシュ出ない。予測大丈夫、コマンド、ヨガフレで、ヨガフレ。さあ、キュアビブン、ラスボス来た。いや、ビブンさん、今日ね、多分ね、プリキュア見れてないからね。あ、見れてないの。見てないの。あ、じゃあ、今日の話しちゃダメなの。今日は、ノーご機嫌ようなの。大丈夫、それとも見てから来たの。ああ、光ってる状態きついな。今日見てたら結構テンション高いと思う。このヘリ。そうですね。今日はそうでもないですよね。危ない。ジャクソンから。おい、予測。繋がってねえよ、それ。亀なのか。さあ、逃げろ。ジャッキから。これは死んでしまったか。あっと、残らなかった。土に帰る時が来たのだ。予測。予測。まだ群馬に帰るわけにいかなかった。勝利、おめでとう。さあ、ビムさんのツイッターに注目ですね。さあ、サキさんと慎吾。はい、1回戦ですよ、今の0回戦ですからね。さあ、佐々木さん対慎吾さん、94対98、夢の対決。94で実現。いい加減に勝てねえと。多分94じゃねえかっていうね。いい感じに分かりますね。さあ、ここからですね、どうなっていくんでしょうか。さあ、そしてやはりこうメンツがメンツだけにどこを見てもデスブロックになっているところ非常に、はい、じゃあワンピーさんが慎吾さんですね。ジョニキ何気にかわいそうですね。ツーピーさんがサキさん。そうですね、1回戦安藤さんで、2回戦デブさんで、そうですね、次アイランドさんか、ヨサク。そうですね、ヨサクは負けたよ。あ、ビブンさんね。あ、ビブンさんか。あ、ビブンさん、あ、ヨサク、あ、ヨサク、ヨサク、ヨサク勝ったね。あれ、いや俺じゃん、タケヤン、タケヤン。あ、ヨサク勝ったの。俺間違ったけど。さあ試合始まってるぞ。ごめん、どっちがどっちか分かんない。ダイモンが1人目のダイモン結構ありますね。ごめんなさい、3人目結構いるようなイメージあったんですけどね。ダイモンで取っていくのか。おっと、これ鳴らせるキャラで、やっぱ何、ユリは強いのかい。どうなんでしょうね、なんか一番。おっと、怪しい当たり方。あー、これはチョイスが入って、地獄極楽落とし。ドーン。さあ、ワンチャンあるで、ワンチャンあるで。大足、ユリの足が長いですよね。立ち B なり、ジャンプ台なり。出た、垂直攻撃置いてるのはうまいですね。さすが、
さあ割と今日みんなダイモンが仕事してないですけど、そうですね、ダイモン一人目で死んでいくパターンが結構見られますね。クラークの方がいいんじゃないですか。クラークは何度かね、残念なことで予作のクラークも仕事をしてしまったということで、どうなっていくんだ。ゴフ当たらず、あーあーあと強化から仕込んでいたのが、裏かよ、見えねえよ、当たってなかったな。あーっと、ここ見えない、リーターが入ってしまう。あ、さあここで裏からちゃんとめくってきますね。狙ってるんですね、あの距離感ね。いやー、攻めがいやらしいですね。ここを避けて、おお、すごいとこ潰したぞ。ヤクスタイク、あ、投げられず、98っぽい感じでね、ジャッカリって。さあ、レッドキックもない、やりづらいこと好めない。投げない、あの僕、近距離大キックなんでしたっけ。あれ近距離大キックですね。出前入れ、中盤では、出前入れとか決まってあるんだっけ。なんか全然覚えてない。ゴーフはレバー前で D だったと思います。ああ、そこそこ、うん、さあ、これユーリが見立て、これは行ってしまうのか。あれ、ユーリってのまま、さあ、さっきスライシーとか、あ、ユーリだけでなんかやられちゃう感じが泣きに、あー、ハッピーやゆり、あの方客出ないのか、ないのか。あの方結構好きな、危ない、危ないぞ、方客ってね。あー、脱げない。脱がしてる余裕なんかねえんだよと。内足で決めていくぞ。信号あるのか。今日まだ誰も脱衣 KO してないでしょ。そうですね、前脱がして、前、あ、前脱がして、脱ぐよ、脱ぐよ、脱ぐよ、脱がして脱いでるよ、薄い方みたくして。パッチビンも強いっすね、前非常に強力ですね。あんな飛べねえじゃん。あと中段さすがに立てない。ベニマル振りからの中断。ベニマル頑張れ。どうなるしかわからないぞ。大丈夫か、この量でジャッキーさんって減る。いやー、狙い切りまでしっかりと。さあ、ジャンプできないですね。遠距離ジャッパンの先生、タッチジャッキー先生、おっと大事さんで、あー、なんで負けるんだ。大パンがあれが潰れてしまうんです。勝ったのはサキ、1回戦突破。あれは無理でしょう。いや、強力ですね。さあ、行きましょう。ガロボー対ヨミ。さあ、ガロボー、思えば1ヶ月前ガロボー対決イベントで ね、皆さんがガロボーさんの胸を借りたあの対決イベントからこのクソ KO 企画が始まってしまいました。まあ94が当時からクソだったのが、うん、え、ヨミさんは、ヨミさん、ヨミさんいれば、ああいる、あ、まあなんか当時からクソだったのか研究の結果クソになったのかって書いてありますけど、す、ね、当時からクソで研究の結果もっとクソになった、もっとクソになったって、知らないクソ要素が増えたっていう、はい、最初からクソじゃねえかっていうね。ただのそびえ立つクソです、これ。そうです。クソまみれか、はい、どんどんね、研究の結果、ああ、もうしょうがないな。その研究の結果の上積みだけさらっていくのがガロボさんですね。さあ、ガロボさん、今回は何を選ぶのか。リュウコチーム、リュウコ先決めだったのがガロボさんなんですかね。リュウコチーム、リュウコチームは確かにポテンシャル的には、これで全キャラ出たんじゃないのか。あ、テリーってなんか、あ、イタリアチームが、イタリアチームが、イタリアチーム、まあ使う要素ないですね。テリー強いですよ。あ、あ、まあ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 、まあ、テリーだけは、テリーだけ は、という噂がありますけど、ジョー使いにくいんですけど、あれ打球売りの2キャラが結構弱いですからね。そうですよね。メガとか勝利の対決、あれ勝利がね、やっぱちょっと使いづらいという印象はどうしてもこのチームあるんですけども、でもまあ後々あのかなりね、あの声だめ化していくんでね。96以降はほんとゴミですね、はい、ゴミですね。やっぱしっかりつないで、最後入らないよ。この前 9-4 でボコボコにされたのは流行チームでしたよね、相手が。あ、そうですね、前回、うん、誰だっけ、あの予策が連れてきた方、ね、あ、ガクさん、ガクさん、そうそうそう、ガクさんだ。あれすごかったですね。あれはやばかったですね、うん、もうなんかそういうゲームなのかなと思ったら全然違うっていう、うん、ビルドアッパーで決めたいだけ。じゃあガロボーさんが流行チーム使うのも当然ですよね。そうですね、うん、ただガロボーさん、ガクさんのようなテクニカルなことは一切できないと思うんでね。どうなっていくんでしょうか。そんなことない、ミスター MVS がただの波動昇竜キャラとして選んだ可能性もあるという、あ、俺の予想が、あ、これ無理に攻めない方がいい。ガロボーさんは弱い時のガローは興味ないです。大丈夫です、ガロボーさんの中では弱い。ガロボーさんが使えないキャラは弱いんで、ええ、大丈夫です。投げてく。さあ、こっから設定が加わるので、ガロボーさんの話します。いいか。さあ、飛び込んで、あさあ、投げ入っていく。大破壊投げ、結構減るんですよ、これ。ガロボーが愛者ちゃんに投げ殺されたら本望だ。ジャンプタイプ見えている。勝利使って飛び込みからのジャンプ、投げ、投げ避けて、ジャックパン対決でいける。あー、ラッチジャッキー、ジャックパン強い。負けるわけにいかない。ガロボの1人目、ロバートを撃破していくぞ。
さあ2人目誰だ。パークマンが来た。ロベルト頑張れって書いてある。ロベルト、ロベルト、ロベルト本郷がいい。おい、じゃすね、それそれか。ロベルト、サッカーのやつだっけ。サッカーのやつ、ロバートですね。おっと、このプレッシャー、体力満タンの、あー、気力満タンちゃん、強力強力。さあ、処理しながらも貯めていく。さあ、これで一発当たったらでけえぞ。このヘリ、通過ですよ。はい、パサイク、ヒーンシプキャン、ヒーンシプキャン、美味しいですよ。バッタな感じになって、ガロボさん、行くんだろ。死んでしまうのか、ガロボ。ヒーンシプキャン、おっと、あ、危ない。ガロボ、あ、ミスター MBS の名前はやはり伊達だったのか。うまい、どうなるんだ。あー、終わった。さあ、逃げないで、これは行ってしまうのか。これ削りで終わる感じ。残るさ、残り残るよ。どうする。いやー、捉えられない。なんか今、右にすげえ当たり方したの今。さあ、チャンが同等の2人抜き、あるのか、3人抜き。ヒエンシップをガードさせて、逃げジャンプ大キックを当てたかったのかな。ですかね、そういうの狙ってたんでしょうかね。あーっと、ここでダイヤシに飛び込まれて、ダイヤシになってしまう、振ってました。おー、球が置いてある。なさねえよと。立ち上げキック長い。3回だったらこのヘリ、ここね、逆から特に繋げられない。壊ししか捨てない、ね、だからその後普通な感じですね。さあ、14当時のあーいった、リスペクトしていくのか。さあ、この古典的な歩いて投げ、いいですね。このガロボさんの今できるテクニックでどうにかやってる感じ、非常に好感が持てます。いいですね。さあ、頑張ってるアピール入ったぞ。あれがもう連続ですからね。今思いつかに最大のガードしてると思ってんだろ、投げだよって言ったね。どこまで行っても投げが強いんですからね。これお前ツイッターに書きました。ガロボさんの最後に耐える行動、それは投げです。皆さん覚えておいてくださいね。あー、ジャッキック耐久、お、これ強いじゃねって2回ね、繰り返した。あ、これ強いなと思ってますね、これね。今気づきましたね。ガロボさん、2、3回繰り返すと、ちょっと1回見て、あ、この判定いいんじゃねと思ったら、もう1回見て、あ、いけるって繰り返すんです。あ、すげえ落ち方した。そして、ね、思い出しするんだ、あれ。さあ、危ない、ガロボ死んでしまうのか。削り、いや、これ許さない。多分空中貢献じゃない、やりたいの。空中から投げ、投げ、投げ、おい、そこで、あーと、バックジャンプ、大キック、勝ったのはヨミ。いや、ガロボさん頑張ったんですよね、惜しかった。そうですね、ガロボさんなりに頑張ったとか見せていただきました。ちょっと94年から来た感じでしたね、ガロボさん。さあ、じゃあジョニキ対デーブ。さあ、ジョニキ、安藤さんを倒してここで負けるわけにはいかないんじゃないか。鬼のような連戦が続く。なぜ、なぜジョニキにこのすごいね、人が当たり続けるのか。いや、まあラブレバーだから大丈夫ですよ。あ、そうですね、ええ、はめれば、ええ、はめれば関係ないですか、相手は。ちゃんとベスト版、ベスト版予約したらしいんで。さすがですね。そんじょそこらのラブライバーとは気合が違うんだよと、ええ、もう今もね、こう T シャツにいっぱいバチくっついてますから。すラブライブバチいっぱいついてる。ビダビダビダっつって、背中からのガードは完璧ですね。もうやばいですね。缶バッチ矢も防ぎます。鬼のように、はい、昔いましたよね、んなんかときメモのバッチばっかりつけられてる。いましたね、バッチいっぱいね、帽子とかにもいっぱいつけてる、ね、ああいう人たちは社会復帰できたんでしょうかね。どうでしょう、また次の新しいバッチをつけてる可能性もあります。それが今のラブライバーと。稀に見ますけどね、稀に、うん、あ、これでイタリアチームが出たので、これで完璧に全キャラ制覇ですか。ええ、全キャラ制覇。そうですね、いやですね、皆さんね、やりまーす。おーっと、見てから大キック、逃げジャンプ大シャー。これでね、まあ94年から皆さんもう20年以上このゲームを続けてるわけですからね、はい、もう絶えず研究の成果が出てきた。キャラもばらける。さあ、さあ、バンダナに胸にサイリウムと、やばいですね、いいキャラですね、これは。これみんなこれ映像で見えてないですけど、はい、ジョニーさん今サイリウム振りながらやってますからね、はい。ジョニキちゃんと中のキャラもあれですね。あー、サイリウム装備してますしね。そうですね、はい、危ない、そう、あのラルット・クラーク のガンベルト張りにバッジつけてますからね、あれ、あれサイリウム入ってますからね、はい、ラルット・クラーク。おおっと、集団読みだったのか。バルカン、バルカンパッチで暴れていく。ジョーは脱がないよ、それでフィニッシュしても。あー、ジョーちょっと脱がしたかったね。ハチマキが破れるとか、ね、ガロスペ練習が応援してるぞ。この頃も残影権はハメがあるはず、確か。そうですね、確か
シャガチャ、シャガチャ、ね、おっと、しっかりガードしていく、流れるような連動技、まるでさすが知ってるのか、できるのか、セーバーやってる、上にラブライブ見てるわけじゃねえんだよ、あー使えない、ここで治療受けてから若干若干ライバリに伝えて、最後残機が化けたのか、うん、せめて何か与えたかった、さあ避けて危ない、そして中段が刺さる、頑張れラブライバー、さあ最後のラブライバーが引っ張り出されてしまった、怒りのラブライバーチーム、あ1回戦で死んでしまうのか、やはりデブの壁が厚いのか、どうなる、来たぞラブライバー最終兵器、伊達に振りを完コピしてるわけじゃねえんだよ、あーはめてる、大キック下がって、さあいけるのか、条件避けて、まあ一発入ればね、投げられ、これが出して投げ、負けたらなんか1曲歌ってもらいましょう、キャラソン歌ってもらいましょうか、エリチーで、エリチーのキャラソン、ここはミスらない、強パンまで繋いだから、ジャクジャク強パン再現、再現、あれね、またあの普通じゃ繋がないテクニックですからね、皆さん気をつけてください、じゃあ歌っていただきますか、じゃあアイランドさんと予策、はい、アイランドさん対予策、予策頑張れ、さあ1Pが座るのが予策、2Pがはアイランドさん、さあどうなっていく、予策はね、1回戦、微分さんを殺してきてますからね、ううか、まあ、まさかのね、微分さんの意思を継いで、もうおしっこガバ飲みしてきてますからね、これね、予策はスクールウォーズ見てるんだから、アメスポーチーム使えよ、そうだよ、ほんと、ザヤンそうだよ、何のために俺が貸してやったの、俺は今からお前をはめるって、あいたね、アメリカチームとか、いましたよ、ええ、さっきね、ちょっと、ねうんええ、ラッキーではめてたじゃないですか。アイランドさんの職人芸を見よう、出た、先ほどノジアで勝ちまくっていたアイランド、どうなる、アイランドアメリカチーム、予策まずは一人目のチャンプライパン、あ、大大キック、大好き、予策のユリがサイファー、予策の中ではこのカップリングは二人でキングを攻めるだっけ、確かそうなった気がします、ギョパン入ってガメラからギョパン繋いでいって、ガメラで繋いでいって逃げていく、やはりね、アメフトっぽい動きなんですね、あーっとぬがー焦られなかったなんで、俺もね、アメフト好きでね、よく試合とか見てますけど、大体アメフト選手ああいう動きしますからね、あれでもう縦横無尽にコートを駆け巡ると、そうですね、あれもタッチダウンしますからね、あのアイシールド21とかちょっと嘘ですからね、嘘ですね、あれはちょっと違います、あれこっちも、こっちも入ってますからね、そうですね、はい、おっとデビルバットコースやんないんだ、うわどこでもガメラ、ガメラどこでもガメラ、飛び立っていく、よしどの距離でもダッシュ中も飛び立つ、ジャンプも飛び立つ、すれ違っていく、すれ違いガメラ、私はガメラを許さない、劇場版で本番であのシーンがないと聞いた時はびっくりしました、ね、あの予告で前田愛を扱っておいてあのシーンがない、京都駅をぶっ壊して終わってしまった、俺あのシーンねえなって、あのシーンだけ知ってて見たのにないっていうね、びっくりしましたよ、本当に危ない危ない、ないんですよ、あのシーン、私はカメラを言うとない、私はカメラを言うとしたね、ない一体どうしてしまったの、完全版とかであるんですかね、テレビで見た時はなかったです、どうなんですかね、 DVD 版とか見るとそうなんですね、そういうのは分かんないですよね、なんでかないんだよなぁと思って、まあ、ああいう嘘よく結構ありますからね、そうですよね、仮面ライダークーガーとか、おぉフラワー、なんちゃら、あーっと、チョイス、予策といえばトップランシャッター、忘れていた、予策のパナシは当たる、予策にパナシで強いチョイスを持ったキャラを与えてはいけないんです、あ来ましたよ、来ました、先ほどエーパで下に山を引いていたこのラッキーグローバー、デスバウトとか言ってたし、ただボール投げてきたんだけど、ただのドリブル失敗しちゃったり、あー1年拾ってきてって感じですね、デスバウト、あーちょっとお前拾ってきてって、おいね、京さん先輩だからってでかいとかしてんじゃねえと、いう感じ、おっと投げた、こっから画面端背負わせて、あーこれは大丈夫か、危ない要素が、危ない要素が今かよみますが、俺は当たった、さあ三角飛びに合わせていくよ、デスバウト、うさたびの前からあーボール一年拾ってきて、あれあのボールちょっと山田拾ってきて、ないよ、消費に気をつけてほしい、ボールに入れといて、あー離して、さあ残り8秒、さあここで消費と離していく、あーちゃんあれー飛び回っていく、いやほー出た、離してんじゃねえよと、死んじゃうとこだろ、危ねえだろ、俺ってやっぱり決まりすぎだぜですね、そして出てきた、2人に攻められているこのキング、
どうなるんだ。ガロボーと俺はアプリが違うんだよと言わんばかりに使っていく。さあここから見せるのか。どうなる。また出てしまうのか。それは何なんだ。デスパンデスパンデスパン。あ、大丈夫ですかこれ。あい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 あくらって逃げる。くらって逃げる。くらって逃げればいい。惜しかった。最後予策トレードキックですかね。当たって予策残念ながら勝ってしまう。いや予策にしては起点効きましたね。いややりましたね、さあ2回戦いきましょうか。 1P はあ、やってなかった。こうですね、さきさんと、よみさん。さきさんとよみラブさんですね。準決勝第1試合でございます。さあ94勢のさきさんと、そうですね、貴重なアメスポがどうなっていくのか。ヨミさんね、この間のガロボーさんの対決イベントでもかなり活躍してくれたんですよね、はい、どうなっていくのか。はい、じゃあエントリーの方、2000、次2000ですね。次のタイトル2000エントリーの方を受け付けております。94終了次第抽選を開始したいと思いますので今のうちに、書いておいてください。もうガンガンね、いきますかね、クソ KOF、はい、で、94の方は、この後窓際に移ります。はい、イレブンになるので、本日開催の予定のタイトルは、94から始まって2000をやって、なぜかクソ扱いされている11と。そうですね、はい、まあ、そのなぜクソなのか多分カナさんが見せてくれるでしょう、多分いろいろと八丁さんの誤解を解いてくれると思います、カナさんは。きっとカナさんがリーダーももこで何かやってくれるんではないかと。いや熱い指定入りましたね、今ね。リーダーですか。リーダーももこ、いやー来ましたね、ちょっと期待が持てますね、これ、ガトー、クーラー、オズワルドぐらいしか勝たないんですか。あ、それが正しい。オズワルド強いよね。それが多分あの攻撃種目になった頃の、はい、あの強キャラ。ダックはダック、ダック。あ、ダックスパイラルも同じコマンドなんで、ね。今はよくわからないみたいな。今は多分、モモコが最強。モモコ。モモコ最強ですね。モモコね。最強。ブリキゼンが使いこなした天童ガイがやはり、はい。あ、天童ガイも強いですね。まず天童ガイだけレバーとボタン逆になりますからね。配置が逆というブリキ仕様。ボタンも2個減っちゃった。本当にその仕様だったら熱かったな、あれ。これ超いい勝負してますよ。貝を使ったらレバーで技が出るでしょ。やばい、この置き攻め。よく取ってたら、あれか。投げ返す。面白いな。一本取っていくのは、ヨミラブさん。飛べないじゃん。飛べない。しゃがめないじゃん。しゃがめない。あ、すごい、あのコメントで12好きだったって人がいますけど。12は次回予定です。次回ちょっとカナさんの気が向けばちょっとタイトル進もうかなと。ただナンバリングがどんどん上がっていこうかなって。あれロケテストオーバーじゃない。12は、うん、危ないです。12は危険ですか。12はあの惑星滅ぼしにティキンがやってる。あ、ティキンが確かにクソ KOF と聞いて飛んできましたと。ティキンはあの12とマシモインパクトアーケードは滅ぼしてますから、説によると台湾まで滅ぼしに行く可能性があるという説もありますから。はい、サキさんの前が、取り返して。そうですね、もう全く試合の実況していなかったんで。もう2試合終わってる。で、割と12はシングル戦ができればリュウコロケン3っていきなり扱いで出てきたと思うんですけど、ちょっとシングルモードがなかったっていう残念ですよ。しかし超強いな、その人は大パンで返していく。あの大パン非常に強力ですね。お、あれが結構ガードさせるなんもないですよね。あっと、ブーチャーシャー立ち台飛ばしが当たらない。どうなっていくんだ。あと若干しっかり対抗して、あと思ってるよ、分からず。さあ、ここ残り15秒。いい勝負ですね、これ本当に。一発当たったら分からない。どうなる。ブーチャーシャー、このゲーム全然削らないですよね。全然分かんない、ね、あーと、ゴールダンがそう。一歩踏み込んでからのバックジャンプ、強キック、上り中段。中田商店が敗れてラスボスがやってくると。いましたね、ついにクラークスティルが。ふりゃー、あー、ふざけんな。妥協パータイクから消失して、この威力死んだ。出ましたね、クソタイクからの、ね、4秒ぐらいで終わりましたよ、今も。なったのは先、圧倒的だ。大丈夫ですか、これ決勝進出。あ、決勝戦進出。さあ、準決勝第2試合、デブ対予策。さあ、宿命の対決なのか。因縁の予策。どうなっていく予策。今日デブさんはレーザーのヘッドホンをしてるんですけど。してますね、かっこいいですね。え、今後ろに書いてあるレーザー。レーザーって書いてある。、うん、俺もさっき思った。
よく知ってますねというか、この、まあ、この間までありましたからね、あのマイクが。ああ、ありましたね、確かに。さあ、予策を群馬に帰らせることができるのか、デブ。どうなっていくんだ。融合だけではないぞ。何で行くのか、デブ。あ、メキシコ。さあ、キャラを変えてきましたね、今回。1回戦は、はい、イタリアチームだったが、今回はリュウコチーム。まあ、治安の良さ的には群馬並みメキシコ。そうですね、はい、もう荒れてますから、ね、荒れてますね。親子対決ですね、これ。出ましたね。お前がさらわれたから言ったのに、なんでお前そんなキャラになってんだよという感じに。いつもさわられ、さらわれてるんじゃないよ。俺なんか被らされたんだぞっていうね。屈辱ですよ、あんまり。娘さらわれたら天狗の目つけて、これでちょっと用心棒やって、え、マジでみたいな感じ。ツッコミどころが多すぎて。よさあれ顔でよかったっすよね。顔よかったっすね。股間にテグロフこれつけて、これつけて、お父さんどうしたのみたいな。まあそれはグレますよね。グレますね。あの肩パッドが入ったすごいスーツをね身に捨てて、あーこれはさあこれピヨってしまったね。ピヨった出しに行ってくれたが気にせず帰っていく。何してたんだキング。キングを見越して超ランクでしたんですかね。家のドア開けたらね、ちょっとマイとパクマが大変なことになってて、あ、間違えましたって帰ってきたみたいな感じ。あれみたいな、これ私の家だよねってまた出てきた感じです。あれそんなに相手、ここから表示が繋がらず、あ、大丈夫だった。怪しい中断だ。いいですよ、ここから表示を繋いでいく。あ、裏だ、裏なんだ、どっち向きかわかんねえ。まだ来てる。あ、群馬避けていく。さあ、群馬1回の予測3人抜かれたぞ。あ、まだ来てるぞ、まだ来てるぞ。抜かせあ、我々の友情ダンス。あ、超キックからの。さあ、予測がまだ帰るわけにいかねえんだよと。あー、そしてリュウコラムが入って抜かした、抜かした仕事をしていくデブ決勝進出おめでとう。いやー来ましたね。終わってみればというか決勝になってみればサーキ対デブ。そうですね、デブさんの一人抜きですね。あのやばいですね、三立て。さすが、終わってみればこうね、実力者同士の決勝戦、ええ、さあ94勢対95勢の対決だが、デブは94も強いぞ。これは見ものですね。どうなっていくんでしょうか。さあ、じゃんけんの結果、1P 側座るのがデブ、2P 側がサキ。さあ、サキさんはおそらくね、イギリスチーム、女性格闘家チームでしょう。デブさんの方が1回戦、2回戦、チームを変えてきたんですが、3回戦目、どうなっていくのか。あ、キャラがありだったんだね、これ。ありですね。あ、怒りチームですね。さあ、何度もこの帝の大会、優勝をさらっていった、この怒りチームで決勝参戦、デブ。対するは、サキさんのイギリスチームですね、イングランド。おっと、ライオーケン先制取ってく。あ、裏からめくったがしゃがみには繋げられない。このクソ要素、おと何をやってるか分かんないかもしれませんが、この2人できるんですね。あっと投げが通っていく。さあ、ここで奥にはいけませんね。さあ、ね、じゃあしゃがみジャッキック、さあ、根を通していく。ガードさせての、お、なんでだ、すかしからのジャッキック。最後気合いちゃんで大事なのつないでいく、一瞬待って投げが刺さる。まずは1人目、ね、いよいよ撃破。投げの一つだと脱がないんですね。そうですね、しょうがないですね。もうしょうがないですね、もうまあユリは着てた方がエロいんじゃないですかね。あ、そういうスパッツ派的な、スパッツ派的な、やばいですね。マイは脱がないんですかってコメントがありましたよ。マイはもうそうですよ、まあデブさん欲しいですけどね。デブさんなら脱がしてくれるんじゃないですか。あ、上り中段、上り中段、パーフェクト勝利決めていく。14勢としてここで負けるわけにはいかないのか。まだまだ様子見ます。タイムを仕込む。さあ2人目、ラルフを引っ張り出したぞ。さあラルフどう使うんでしょうかね。ジャンプ立ち、あ、ジャンプ B が強いですよね。なんかラルフとクラークはこの時あの久々だから、あーっとこれは死んでしまうのか。投げの、あーっとちょっといけなかった。メリアーここで再びステップからの投げを通していく。さあめくるジャンプしっかり見えていた。ちょっと落として、さあこっから怖いよ、こっから怖いよ。ラルテーバーこの影響巨パン、そう、飛び通って、さあここおっと、ごちゃごちゃになって、ごちゃった、最後一体何があったのか分かんないけど、これは先が痛い、
ごちゃらせるのはさきさんの思い通りだったかもしれないけど、そうですね、そこで予想以上にごちゃってましたね。なんだあれ、アニメ最初のキングを引っ張り出されたぞ。何割減らされていく。さあキングも強いですからね。ネットを突き落としてベノンストライク、端っこに詰めてベノンモードになるのか。さあベノン投げ、そして再び飛び込んで、うわわかんねえ、ここはちょっとコンベンスだったか。飛び込んでさあ体力ゼロと起き上がりにベノンストライク、重ねていく。さあ大将戦、決勝戦の最終戦、危なかったですね。あの状態から大パンでも食らったら体力さらに半分減ってましたね。さあハイデル対キング、お互いにクソキャラ激進者同士、決勝戦取れない、キックどうなるんだ。飛び込んで距離からベノムワン投げていく、飛び込んでさあ距離からタチビー、タチビーがこのゲーム牽制としてすごい強い、合わせる、これのキック、起き上がり投げ、ここは着地を読んでいた、よくあれ投げましたね。そういうイリュージョンダンス離して、さあ連続カードです。時間あと30秒、あっ飛び込んでからのもう集客、急に感じの人からのもう集客、おーっと避けていく、あここしっかり後ろにスクレーさせたか、レノサイタッチ、ジャンプビー、おっとバックジャンプ地味に対抗、あっとこの飛ばしが下がって、さあ残り9秒、あこれは上りに当たってしまった、上りでは死なない。最後強パンが待っていた。94大会優勝はデブ、おめでとう、おめでとうございます。デブさんよければいらっしゃってもらっていいですか。いやー熱い決勝戦でしたね。クソ KOF 第1回、本当にこれはクソなのかと疑うばかりの感じでした。さあデブさん優勝インタビュー、ありがとうございます。あ優勝のデブさんです、おめでとうございます。あカメラつなぐ、はいはいカメラ来ましたよと、おめでとうございます、おめでとうございます、ありがとうございます。どうですかもうクソ KOF 第1部門94優勝ということで、どうですか94、やっぱ結構やっぱ好きですかね。結構やってますもんね。好きです、はいね、95の次に好きな感じ、95も好きだけど、はい、ね、結構っていうかかなり好きですよ ね、 すよねこれね、はい、今回結構ねチームも変えてきて、まあ最後はね怒りチームでガッツときましたけど、やっぱ怒りチームが本ちゃんというか一番自信がある感じなんですかね、これでやりたいというか。特にそういうのはない、実は一番自信あるのはリュウコなんですけど、おお2回戦でね使ってましたもんね、はい、なでもあえてイギリスにはブラジルで行こうと。ああなるほどね、はい、ちょっとこのブラジルにこだわりがあったという感じです、はい、そうです。さあ、デーブさんはこの後の2つの種目も出るんですか。いやちょっと自分は感染してます。あ2戦も出ない、2戦さっきのじわやってたじゃん、のじわがやばすぎてやべえこのゲームクソだって、あーもうやばいやばい無理だっつって、やばいですね。あじゃあ3冠はもうなしということですみません、いけますか。いや全然いいですよ、はい、さあじゃあね野試合とかも楽しんで、まあ観戦も楽しんでいってください。はいありがとうございます。改めまして優勝のデブさんでした、おめでとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ、続いてね2戦の方の準備もしていきたいと思います。KOF2、戦はこれか、2戦は現在12名エントリーしてますね。大丈夫、あはい200円でこちらで、はいありがとうございます。はい、2戦の方もですねキャラは毎回10です、キャラ変えていいですよ。ストライカーとかも全然10です、ジョー東、セスストライカー何でもありです、ジョー東禁止台とかそういうのないですよ、大丈夫です。俺もね昔見たことあります、ジョー東使用禁止ってありました、もうよく分かったですけどね。さあガンガンやっちゃってください。強 F、 あとこれ元に戻そうかな、予策が一番だね、2戦は。